お主は進んであいつに仕えていると言ったな。うん。なぜ皆あのような青二歳の王太子に忠実に仕えておるのだ。玉座にはそれ自身の意志はない。私はこう考えている。座る者によってそれは正義の椅子にもなるし、悪逆の席にもなる。神ならぬ人間が祭りごとを行う以上、完璧であることもないが、それに近づこうとする努力を怠れば、誰も止める者がいないままに王は悪への坂を転げ落ちるであろう。王太子殿下はいつも努力しておられる。そのことが使える者の目には明らかなだけなのだ。かけがえのないお方と思うゆえに、皆喜んで仕えておる。